すこぶりコロンさんの伝説的エピソード集パート 2。 レイト君、ちょっとパソコン見てほしいんだけど。あ、はい。あれ、これ自分で設定しようとしました？あ、そうなんだ。もう、それでデータは？あ、家忘れてきた。なんで？僕絶対チキン食べるんだ。チキンはまだお店やってるんで、あの乗り物に乗りましょう。オッケー。CM のセリフ読みか。僕、こういうのやったことないから、勝手がわからないな。コロンさん、ありのままのコロンさんで大丈夫なので、緊張しないで大丈夫ですよ。そうなんですか。わかりました。大好きな人に大好きと伝える日。カット。もうちょっと爽やかにいけますか？うわ、すげえ、この冷蔵庫。すごいでしょ。それ両方から開くようになってんの。マジだ。すげえ。佐藤ちゃん逆に何にお金かけてんの？そのゴミ箱の前も行ってみ？自動で開いた。やっぱこういうとこ変えていくと生活の質変わるから、ほんと。ベッドめっちゃいいよ。マットレス。50万。マジか。洗濯機もドラム式。おお。やっぱね、ほんと家具には金かけるべき。最近さ、服買いに行ったりしてなかったんで、買いに行きたいですね。ZOZO でよくね？あー、もう傷つきました。じゃあ、コロちゃんは女の子にもそう言うんですね。わかりました。一生行きません。なんだよ、うるさいな。誰だよ。コロちゃん？あ、なーくん？何？コロちゃん今すぐ来て。僕今体調良くないんだよね。いいの？届いたよ。何が？あんまを。本日の動画はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。